人をパデイシャは、主に動物を、主人公にした、インドの空和集。三分に因分を交える。ベンガル地方のダバラチャンドラ王の宮廷で、ナーラーや名によって書かれたと伝えられる。パンチャタントラの伝本の一つであるが、大幅に手が加えられている。本来五巻からなる、パンチャタントラを四巻にまとめ直し、多数の話が追加、削除されている。 ヒトオパデイ社は800年から950年の間に書かれたという。最も古い写本は1373年のものである。他のパンチャタントラ書本にない話が17話あり、序文によればパンチャタントラ以外にもう一つ別の物語集をもとにして書かれた。ヒトオパデイ社は序文と四部から構成される。第一部と第二部はパンチャタントラと順序が逆になっている。 パンチャタントラの第三部は二つに分割されて、第三部と第四部となり、第四部の枠物語は新たに書き下ろされた。パンチャタントラ第四部に相当する箇所は、ヒトオパデーシ社には存在しない。他にも、順序を変えたり、削除されたり、新たに追加されたりした話がある。ミテラは友の獲得シュリドブヘダ友の喪失ビグレイヤ、戦争サンディー平和。 ヒトオパデイシ社は早くから西洋に紹介されたインド文学の一つで最初の英語訳はチャールズ・ウィルキンズによって1787年に出版された。本文はセランポールで1804年に出版された。その後フランシス・ジョンソンによって皇帝本文と新しい英訳が出版された。エドウィン・アーノルドは良い中国の書の代で翻訳した。フランスでは ラングレスによる翻訳が1790年に出版された。ドイツではアウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルとクリスチャン・ラッセンによって皇帝本文が出版され、1844年にマックス・ミュラーによってドイツ語に翻訳された。ありがとうございます。